どうもビタです。パーソンからやっていきたいと思います。はい、本日は天空中央高校でボランチ作っていきたいと思います。デッキの方は立川、南原、飛鳥で、名護、滝峰、大鳥、この6人でいこうかなと思っております。で、バッチの方はね、ロリポップ持ち込んでおります。で、アイテムの方なんですけども、音楽プレイヤーと招き猫を持ち込んでおります。ではやっていきましょう。で、まあ今回はね、アスカ彼女ということで、南原は振っていく形でございます。まあ練習効果アップを集めた感じですね。うん、まあ立川、峰、そして名護、あとは大鳥か。まあその辺で練習効果アップ20、30を固めて、どれだけ踏めるか。まあエンジェルフラッシュもありですが、エンジェルフラッシュ後の、まあそいつらのところにどれだけ集まってくれるか、ハートがね。まあそれが鍵になってくると思いますので、しっかりと経験点稼いでいきたいと思います。まあこの高校ならば、まあボランチでね、ワンチャン、USS も目指せるのかなと思いますので、はい、しっかりとやりたいです。まあ聖火第一高校でボランチでね、USS は結構難しいんでね、まあここで作っておきたいかなと思います。はい、そしてアスカの評価上げたいけど、これ単発なら踏みたくねえんだよな。はい、静まり行ってきまーす。発掘はね、しっかりとしていかないといけないので、よろしくお願いいたします。で、これはね、招き猫持ち込んでるんで、下で大丈夫です。まあ、アスカの告白だね。うん、告白がいつ来るか。うん、それにかかってるかなと思います。はい。とりあえず、発掘していきましょう。雪乃いきまーす。はい、OK ですね。で、名護くん、名護くん。はい、福井で終わっていきます。そして、一緒にいればいいけども、違うなぁ。で、微妙、これアスカの評価上げてもいいなぁ。うん、マリンちゃんでもよかったんですけど、正直、微妙だなと思ったんで、とりあえず、余ってたらマリンでもいいんで、交渉しときます。はい、名護くん、まあ、先読みもらっとくか。あ、でも、ボール出してもらってもいいのか。まあ、いいや。はい、そして、練習で、大鳥一人か。アスカいねえんだな。はい、これエンジェル、小森ですね。小森行っておきましょう。小森は応援率がね、高いんで、これだけは絶対、どこのポジションでも誘うべきだと思っております。まあ、キクバリンの場合はね、練習率、お、いいね。キクバリンの場合は練習率高いんですけども、結局、まあ、精神が硬になってしまう可能性があるので、まあ、自分的にはなかなか入れることは少なくなってきますね。初めは結構ワンワン入れてたんですかね。うん、最近はちょっと入れてないことも多いです。で、ナンバラの評価も上がっていきます。ナンバラの評価上げてもいいけど、早速アスカの告白来てほしいんだよな。はい。ボタンちゃん行きましょう。はい、OK でーす。で、ナンバラ。これは後が良かったんだけどな。もっと後に来てほしい。はい、アスカの評価を上げたい。行こっか。アスカとハトいるし、これ多分評価足りるもんね。今の黄色のハトもいたし。はい、次のターン告白来ねえよな。はい、交渉成立 OK です。まあ、これはノルマクリアですね。で、さっきミネと話してみる OK です。おお、告白来た。ナイス、いいですね。アスカってなんか基本的にナンバラより告白が来づらいっていうイメージがあるんでね。うん、助かります。これは助かる。はい、そして、リナちゃんでもいいけどな。リナちゃんにとこう。リナちゃんはね、筋力精神なんで、意外と強いという形でございますね。はい、そして、アスカ、オートリー。スピードもいいけどね。あー、微妙だ。ユールちゃん行くのもありなんですけど、でもこれはスピードいっておきましょう。うん、スピードいっておきます。はい、オートリー、オッケー、いいですね。はい、名護くんが終わってきます。1対1の守備。はい。名護くんは多分、ディフェンスヒーローなんでね、結構成功はしやすいと思ってます。ディフェンス上げたら成功するっていうイメージがあるんで、まあ、しっかりと上げておきましょう。はい、そして、まあ、これは、あゆちゃんかな？あゆちゃん行きましょう。まあ、筋力便所をもらえますんで、あゆ行っておきます。はい、来た来た。で、これ、下半身。で、一緒にいないね。一緒にいないのならば、あ、これなら気配りんでもいいか。これなら気配りんでもいいや。精神余ってもいいよ。はい、ちょ。まあ、気配りんで、一応、まあ、応援率が高いので、エンジェルフラッシュが起こりやすくなるんですね。なので、まあ、最悪、そこで他のものも上がればっていう感じで、他のハートの排出量も上がればって感じで、はい、じゃあ、これは、どうすか。
かな、これアスカ、オートリーいく、オートリー行こうか、なんとなくオートリー来そうな感じがする。オッケー、いいね、アスカはなんか単個ないイメージがした今。はい、これで根性骨ゲットです。オッケーです。はい、そしてそして微妙だな、あと一人発掘しないといけないもんな。とりあえずスピード行こうか。とりあえずスピードでハート出しつつ、ワンチャンエンジェル来てくれたら嬉しいって感じで。お、来た、ナイス。そして練習5イベント、 OK。 あと一人、あと一人発掘だけしていきましょう。そしてワンチャンここからエンジェルフラッシュありえるのかな。あ、来ました、 OK。 まあとりあえずオートリで誰か呼んでこよう。誰でもいいや、誰でもいいや、できればアリシアとか。あ、呼んでこない、呼んでこない、まあいいや、まあいいや。で、アスカ、これはビハインドもらっておきましょう。で、次は普通に発掘したいから、アリシアぐらいがいてくれると助かるんだけどな。はい、ではエンジェル。あー、ユーリちゃんいっちゃうか。筋力ちょっと欲しいもんな。ユーリちゃんいっておきましょう。この中じゃあ、まあ、ユーリちゃんだと思います。筋力技術。はい、そして順平の練習法を教えて、はい、あと1個で鉄壁完了なのでディフェンス上げないといけないですね。そしてヘビーの特訓も終わっていきますので、スタミナ上げないといけないです。まずはディフェンスってね、残りをスタミナ上げていこうかなと思います。あ、こいつらはね、依存がはっきりしてるんで、まあ成功はしやすいのかなと思ったりもしてますね。はい、まあでも元々スタミナが低いんでね、ちょっと立川は怪しいかな。いいだからな、ちょっと怪しいね。はい、あー、これね、まあいいか、デート行こう。はい、デート行っちゃいます。はい、カフェで回復のコツもらいます。まあ空中戦はね、多分もらえるはずなんで、空中戦はそこでもらいます。オートリーのやつもらいますね。やる気下がっていく。で、立川成功してて、おお、スタミナ E でも成功しました。ナイスです、オッケー、いいですね。で、これはアスカ踏んでいこうかな。これはアスカ踏んで、オートリーと、うん、立川がいい。あ、ミネムもいいの。じゃあ、練習効果高いね。そして、オートリーが呼んできてくれれば。はい、オッケー。いいね。エンジェルも来てくれました。いい流れ、いい流れ。いいよ。で、ここで回復ね。ありがとうございます。そして、これはフィジカルかな。うん、ハート出しに行きましょう。ハート出しに行きます。はい、オッケーです。で、ミネ君終わっていきます。で、これはね、臨床技術もらっておきましょう。ヤズガミ。ナイフか。はい、これは奪還ですね。まあ、回復は今全開なんで死にませんが、まあ、奪還でよろしいでしょう。はい、そしてディフェンス上げておきます。まあまあまあ、打撲のためにね、物性を増すために、一応ディフェンスを上げておきましょう。はい、そして、おー、ダブルできてるけど今じゃないな。はい、これは、いやー、でもここ踏む？二人で来てるからな。結構美味しい、美味しい。で、オートリンとかもね、意外と敏捷美味しいんですよ。はい。じゃあ、オートリン食べていきます。敏捷稼がないといけない高校なんでね、これでよし、よしでしょう。はい、オートリン。オートリンの筋力も残り1個。これはやってみる。今回ね、マジックパスなんでね、補強しはいりません。マジックパスでいいです。そして、これ、電光石火は嫌だな。電光石火は嫌だな。まあ、スマッシュヘッドの方がいいな、どっちかといえば。電光石火よりかスマッシュヘッドの方がいい。じゃあこれいこっか。ハート回収でいいよな、これな。うん、敏捷と精神ボードあるしね、この二人。この二人、精神と敏捷ボードあるんで。まあ、いいでしょう。回収していこう。まあ、スマッシュヘッドでいきましょう。まあ、理想とすれば、エアマス、カバーマス、スピードスターぐらいかなとは思いますよね。はい。まあ、ボランチはね、取るものが少ないんですけどね、大丈夫です。はい、そしてエンジェルフラッシュ来てないかなと。来てないですね。じゃあ、これはデート行っときましょうか。いや、ディフェンス上げたいけどなぁ。S 行った。これでもうナゴ君は成功でしょう。はい、OK です。で、スタミナも上げときます。はい、デート行きます。はい、OK ですね。これは速攻が上手くなりたいというわけですね。5125、結構経験点出ております。経験点出ております。その調子で稼いでいきましょう。サッカーが上手くなりたい。はい、まあまあまあ。で、アス、
あ、エンジェルフラッシュ来ましたね。 OK です。しかも金徳も確保できるので監督も評価上がってくる。 OK です。ボランチの場合はね、試合にスタメン出ると、まあ、まあ、パスカンか、パスカンのコツもらえますんでね。はい、そしてここで空中戦のコツをもらいましょう。はい、OK でーす。でもって、これはいい噂を流す。夏祭り一旦前なんでね。これは体力回復しなくていいでしょう。技術もらっていきましょう。そして、まあ、テクを上げて、スピードを上げて、パワーを上げてって感じかな。とりあえず、まあ、テクも A になってるんで、マジックパスは成功してくれるでしょう。はい、そして、これはアスカでいいかな。これはアスカ踏んでおきます。で、ナオオートには練習効果アップで技術を結構獲得できますね。はい、滝にね、これ、オフェンス上げてもいいけどな。オフェンス上げてもいいけどもって感じですね。はい。これはフィジカルだな。うん、とりあえずフィジカルいこうかな。はい、そしてテクニック上げてきます。オフェンスな、上げたいけどな、まあ、テクさっき上げた方がいいもんな。ミネ君の場合は確実に確定で成功なんでね、最悪ほっとってもいい。マジックパスは失敗があるんで、ちょっと失敗したくないのでテクニックさっき上げます。はい、そしてこれはアスカでいっとこうか。そのうわ、黄色のハートはいらない、黄色のハートはいらないよ。そして大鳥来てくれました。はい、マジックパス、これはさすがにいけるっしょ。 OK、 ナイスですね。で、あとミネ君とナゴ君、うん、あと一旦一個ずつね、余裕だ、多分いけるはず。まあオフェンスはまあ最悪、うん、大丈夫です。でもって、でもって、ここでデートしよっか。まあ、ここを踏んどくからな。メンタル踏んどこうか。まあ、筋力、免疫結構入るんでね。特に今、筋力足らないなと思ってるので、うん、いい感じだと思います。で、ミネ君。まあ、オフェンス上げてないんで、これは、まあ、いいです。両利き、コツ1で大丈夫です。はい。で、筋徳が取れます。で、テクニック S。まあまあまあ、いい感じにこれでいけるのかな。オフェンス振りたいけどね。お、エンジェルフラッシュ来た。さすがにこれはいいか。強心臓取ろっか。強心臓取っていきます。いいです。強心臓取っていきましょう。はい、OK でーす。いいです。強心臓で OK です。で、ミネ君、これジェットコースターでもいいけども、筋力一番足んないんだよな。筋力ないんだよな。アイビン昇格をしておきます。まあ、スピード107ね。できればラッキーなんで、いきたいと思います。そして、アスカがいないと、アスカがいない。いないのならもう一度デート行っとこう。はい、オッケー。3回目。ここ、スタッチで体力がいかないんでね。ちょうどよかったです。体力全開でね。で、ナゴくん。まあ、ディフェンス100なんでね。はい、オッケー。え？失敗した。マジか。嘘？マジか。あー、ちょっと続けようか。エンジェルフラッシュも来てるしね。あー、マジ？あれ、ディフェンス依存だよな、ナゴって。おー、ディフェンス100で失敗するか。久しぶりにナゴくんの失敗見たかもしんない。うん。マジか。まあちょっと進める。オートリーまーす。はい、OK でーす。はい。そして技術稼ぐので、で、待って、井戸端会議。はい、これは筋力か。空砲しに行きましょう。立川もいるしね。これ立川いるんで、筋力確保で、ああ、一応スピード振っときましょう。で、パワーも振っておきます。で、スタミナも振っておきます。まあ、スタミナ100でいいでしょう。多分精神をね、うん。服はね、入れてるんで、ちょっと余る方向になってるはずなんですけど。はい。で、翼あるもの、空中戦のコツ。で、ここで筋、何もらおうかな。何もらおう。技術、エンジェルフラッシュならワンチャン、あ、でもクロスマシンはいらないな。さすがに強心臓はまあいいとしてもクロスマシンはいらない。俺はスピードスター行きたいな。スピードスター行きたいところですね。まあ、筋力結構稼げるし、これはここ行っとこうか。ナンバラもオードリーもいいですね。スピードスターもらっておきます。はい、OK です。いいですね。はい、筋力結構稼げました。で、持って、あー、デートでいいかな、ここ。よかった、最後のデートバイクなのかな。まあいいけどさ、練習効果アップの本でもいいけど、あと筋力か、筋力取る、練習効果アップ、まあそっちだな。ナゴくんとミネくん行くからね。はい、回収しておきます。
で、セク4やっていくんです。結構経験に出てるはず。12811 OK。 ナゴくんのね、鉄壁は失敗しましたが、経験点は出ております。あ、ちょっと精神溢れちゃいましたね。申し訳ないです。まあ、精神は多分このまま溢れていく方向になっているので、まあまあまあ最悪いいかな。はい、まあ振っときまーす。はい、そしてメンタルか。メンタル悪くねえんだけどな。オフェンスも悪くねえんだけどな。監督の評価上げたいけどな。まあでもナンバラ見ねえ。なんかこっちだろうな、普通にね。はい、そしてあー、マジか。そこに集まる、金徳そろそろ取りたいんだけどな。金徳取れないかもしれないな、このままだと。このままだとちょっと金徳取れないかもしれない。取りたい。経験点は出てるんですよ、かなり。かなり経験点は出てる。金徳が怖いことはまってない。では、オフェンスやります。オフェンス、とりあえず S まではしよっか。100人はちょっと厳しいかもしれないけどね。まあでも、このまま経験点稼げると100人もいけんだよな。とりあえず90にします。はい。でもって、でも、あれ金徳。あれなくなっちゃった。もう見えなかったっけ。まだだよ。まだだ。まだ消えない。まだ消えない。ああ、サボり癖。サボり癖は痛い。サボり癖は痛い。やます。で、監督。オーケー、ナイス、サボり癖。オーケー、オーケー、いいよ。ナイス、成功してくれました。オーケーです。あ、やべ。金徳発生させたけど、どっちがどっちかわかんねえんだ。うわー。多分このターン消えるんですよ。カバマスが、エアマスか、エアマスがこの、いや、エアマス？スピードスターがこのターン消えます。うわー、エアマスターだった。やべえ。これ、金徳消えたよな。あー、ハズレ引いちゃいました。ごめんなさい。金徳消えてしまいました。あー、やってもだ。やってしまった。取れるなと思ったら、金徳をごちゃごちゃにしちゃったな。こうなるとね、ちょっと表示をしてほしい。あと、金徳、二つある場合は、どっち取っても先に出した方とかにしてくれると助かるんだけどな。やってしまったな。申し訳ない。で、エンジェルパスもらっておきます。はい、残り8ターン。はい、そして、そして、アスカかな。あー、ナゴくんもいるしね。一緒に見せておきましょう。ちょっと黄色のハートはいらないよ。青のハート出そう、青。青。あー、立川。いいけど、まあ、かな。まあでも立川か、さすが微妙なんだよな。あのオフェンスの場合はちょっと回復ハートが重すぎるんだよな。ここは立川だな。はいはい、まあ、バスカンではサクッとピンチャンいきたいと思います。はい、いきましょう。はい、4対1です。すいません。まあでもこれアシストしたからね、多分満点です。アシストしたので満点です。点が取られてしまいましたが満点です。はい、そして、あ、エンジェルフラッシュ来ましたね。経験点はハマってんだよな、経験点は。金徳も2個のぞ、逃してるからね。やっちまってる。おぉ、エンジェルフラッシュ来てる。来てるね。これはもうじゃあオフェンス使っていいや。スピードはちょっと怪しいんだよな。エンジェルバスも取れてないしな。臨床取れればいいけどな。ただ最終的に、スピード106しかない。はい、エンジェルラッシュナイスです。精神ばっか出てる。精神はそんなにいらないよ。はい、そして、デート終わってますんで、ここで、あー、微妙だな、微妙だな、まあ、ここは回収、まあでもこの3人なのか、微妙だ。まあちょっと振っていきますね。ちょっと能力振っていきます。精神がちょっと多いので振っていきます。はい、まあ、とりあえずこれヘテクニックします。ここからはハートの量だいぶ稼いだからいいと思うんで。で、結構経験値入りましたね。220とか入ってます。で、エンジェルフラッシュは来てなさそう。来てなさそう。そしてアスカもいない。あー、それならナゴくん行ってもいいけどね。多分マックスは無理だな。エンジェルフラッシュも、エンジェルパスも取らないといけないしね。無理だな。まあいい、まあいい、まあいい。意外性、大市場。うん。それは足らなかったな。ナゴくん行ってもいいけどな。ナゴくん行ってもか。はい。
便所ボーナーっていうだけで少しは便所稼げる。57しか稼げなかったね。まあ残念、仕方ない、そんなにハートはなかった。そしてこれはメンタルかな。とりあえず立川で回収しておきましょうか。精神が溢れそうなんだ、筋力精神がね、本当に。はい、筋力も取ってもいいんだけどね、普通にね。はい、ではこれ、メンタル行き、精神がちょっと危ないんだよ、本当に触れないか。はい、ではメンタルいきまーす。 OK でーす。溢れはしないよな。サクッとビンちゃん行きましょう。972か。まあ そしたらもうサッカーの2つ取ってしまってもいいけどな。取ってしまってもいいけどな。まあこんなもんだろうな、ファーストゴールド。まあこれでいきましょうか。はい、行きたいと思います。はい、終わりました。 OK です。多分満点です。はい、182。さあさあさあ、次は何に来る最後。うわ微妙、青ハート集まってほしかった。あー、これ大鳥かな。これはオフェンスっぽいな。便所稼ぎたいもんな。その他ってそんな便所ねえんだよな。あ、とりあえずこれはオフェンス行きたいと思います。はい、便所稼ぎた。はい、290でサクッとピンチャンで、能力振っていきましょう。でスピードはちょっと振れないな。キキサッチとか奪還とかこの辺を取りたいんで、ボール出しても取りたいしな。まあとりあえずこれでいきましょうか。シュート力はまあ脳性筋力余るし、で精神が余るんだよな。まあ無失点も取ってもいいけど、いいけども精神が余る、精神が余ってしまう。取ってしまう、取ってしまってもいいけど、まあさすがに意味がないから、まあでも取るか、筋力も余るしね。はい、ではいきたいと思います。はい、 30OK でーす。いいですね。で、経験点は出た。経験点はかなり出た。うん。25,000円出たんじゃないかな。結構出た。うん。でも、金徳が2個もちょっとね、俺のミスで取れなかったんで。あとは、ウィングじゃないからスピードスターも取れなかったってのもあるかな。まあ、それがちょっとでかいので、USS はちょっと厳しそうだな。7か8程度か。はい、ドリブルキングゲットです。26,032ということで、では、ちょっと減ってまいります。はい、振ってまいりました。多分 US8 かな、そんなもんです。78、そんなもん。はい。さあ、どれぐらい。はい、US8。まあ、多分、金徳2個セント更新してれば、まあ、USS 行けたという形ですね。まあ、次こそは行きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。